ルドルフ・ハケンは、ドイツ系アメリカ人作曲家兼ビオリスト、イリノイ大学音楽部教授、ドイツ系アメリカ人作曲家兼ビオリスト、全世界で稀な5弦ビオラを奏する傍ら、マルチな音楽ジャンル演奏、作曲活動を続ける奇才。教育活動にも熱心で、ウェストバージニア大学で教鞭を取った後、1996年より、イリノイ大学音楽学部教授として、ビオラ、バイオリン、室内楽にて後進の指導に当たっている。幼少より作曲の才能を認められ、10歳にて、イリノイ州、シャンペインの管弦楽団にて、自身の作品を指揮する。作曲とピアノを、フーベルト・ケスラー、ビオラを、ギエルモ・ペーリチに師事。これまでに、全米作曲家協会、アメリカ電子音楽協会、ニューヨークアメリカ音楽作曲家アライアンス、G 弦現代音楽リサイタルシリーズ、ウィーン音楽大学、さらに、フランス、スペイン、トルコ、カナダの音楽大学に招聘され、リサイタル、マスタークラス、ワークショップを行う。作曲家としても幅広く活動し、自身作曲の5弦ビオラのための協奏曲は、アメリカ、南米、ヨーロッパのオーケストラにて演奏されている。Centaurレコードにてリリースされた CD は2007年度アメリカンレコードガイドにて批評家チョイス賞を受賞。2011年には作曲したバイオリンコンチェルトがセルビアにて初演される。メディアにも盛んに取り上げられ、2004年にはシカゴの WTTW 局が彼の編曲したロックミュージックを大々的に放送、シカゴ中心にテレビ局、空港などで取り上げられる。後進の指導にも熱心で、これまでにアメリカ、ブラジル、ドイツ、オーストリア、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、トルコ、日本、韓国、中国、シンガポールにてマスタークラスを開催。現在アメリカ、イリノイ大学音楽部教授。ありがとうございます。